早速ですが、夏の大三角をご存知でしょうか？言葉自体は聞いたことあるんじゃないかなと思うんですが、じゃあ夏の大三角がどんな形かと聞かれたらイメージつきますでしょうか？もちろん知らないことが悪いとかでは全くないと思うんですが、夏の大三角のイメージがさらに具体的になるともっと考えが深まっていくんじゃないかなと思います。というわけでこの動画では夏の大三角を紹介したいと思います。いや、星の話なんて初めて聞くよという方でも大丈夫なように順番にお話ししますね。で、夏の大三角もうバッチリという方は一緒に確認していきましょう。ということで、改めましてこんばんは。いつでも心はユニバース、夕焼け天文部部長のリコットです。夕焼けを見るのと同じくらい星空を見ることが身近な存在になることを目指して活動しております。その星空を見るのの第一歩目として、この時期おすすめなのが夏の大三角だと思うんです。まあ、それがなんでなのかっていうのをここからお話ししていきますね。で、夏なら夏の大三角、冬ならオリオン座からだと思っています。オリオン座の動画は他にも出していますので、ぜひそちらもご覧ください。ということで、今見えている星空は2024年7月上旬の24時頃に見た、東京から見た星空になります。東の方角を向いて星空を、高いところを見上げていくとこのような星空が見えるといったことになります。今だいぶ星がたくさん見えているんじゃないかなと思うんですが、今は街明かりがすべて消えた時に見えている星空となっています。街明かりがあると、街明かりで星空が照らされて、そして暗い星は見えなくなってしまうといったことなんですね。まあ、ただ夏の大三角の星であれば、夏の大三角の星結構明るいんですよ。なので街明かりがあっても問題なく見つけられる星なんです。なのでそういう意味でも一歩目としては夏の大三角おすすめポイントという風になっています。で、そもそもですね、夏の大三角って言ってるけど一体何なんだという話ですが、何回か登場していますが、夏の大三角というのは夏に見える明るい星を3つつないでできる大きな三角形のことです。なので夏に見える大きな三角形なので夏の大三角という名前が付けられています。かなり明るく見える星3つなんですね。で、今画面上にまず出しちゃいましょうか。夏の大三角はこちらです。ということで、まあ、この三角形、どんな三角形ですかね。これもお話しする人によっていろいろな話し方があります。これはこれでとても素晴らしいなと、魅力的だなと思うんですが、私は直角三角形って説明することが多いです。今見えている星空の向きだと、上の頂点が直角になっていて、左下に向かって短い辺、右下に向かって長い辺があるというイメージです。あの三角定規の細長い方の三角定規ありましたよね。あれをイメージして当てはめてみるのがいいんじゃないかなと思います。上の部分が直角、左に短い辺、右に長い辺、そういったイメージが夏の大三角の形になります。それぞれ星にはですね、名前が付けられています。例えば太陽も、まあ、あれ星の仲間なので太陽といった名前だったり、この夏の大三角の3つの星にもそれぞれ名前が付けられていますので、それも紹介しましょう。ちなみにですね、この夏の大三角の3つの星ってそれぞれ別々の星座に所属している星なんですよ。なので何座のなんていう名前の星っていう風に言っていきますね。まず直角の部分にある星、今の向きだと一番上に見えている星です。実はこの3つの中で一番明るく見える星なんですが、この一番上の星、こと座にあるベガという名前の星です。こと座のベガという星なんですね。これは明るい一等星です。一等星っていうのは、まあ明るい星っていうイメージで大丈夫です。これがこと座のベガでした。一気に行きましょう。短い辺、左下にたどって見えている星、こちらは
白鳥座にあるデネブという星です。白鳥座のデネブという星なんですね。これが2つ目。一気に3つ目いきましょう。また直角に戻って右下の長い辺をたどっていくと、そこにある星が獅子座のアルタイルという星です。順番に行きますと、一番上直角の部分がコト座のベガ、そして左下にあったのが白鳥座のデネブ、右下にあったのが獅子座のアルタイルという名前の星になっています。そしてこの夏の大三角と一緒に説明される、お話しされることがよくよくあるのがですね、七夕伝説になります。七夕もおそらく聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですが、改めて七夕おさらいしてみますと、まあ、いろんな話があるんですが、一番有名なものでいくと、織姫と彦星が主人公です。織姫と彦星はですね、結婚します。ちょっと急展開なんですけど、結婚します。結婚したら全然仕事をしなくなってしまったんですね。でそれを見て怒った織姫の親の神様がいるんですけど、その神様がですね、いや仕事しないとはけしからんと言って、その2人を天の川の両端に引き離してしまう、そうしたものが七夕伝説でしたよね。そして、まあ、引き離してしまうんだけど、そうしたらですね、その二人が、まあ、めっちゃ悲しんだんですよね。もうあまりにも悲しんじゃって、いや、それを見た神様が、ちょっとこれはやりすぎかなと思ったようで、かわいそうに思ったようで、一年に一回、7月7日の夜にだけ、二人は会ってもいいよっていう風にしました、みたいなのが、まあ、本当にざっくり七夕伝説だったんですが、織姫と彦星の間には天の川が流れている。そうして、まあ、七夕の日と言いますが、7月7日にだけ1年に1回2人は会うことができる、そういったものが七夕伝説でしたよね。そしてこの織姫と彦星が夏の大三角の星のうち2つに当てはめられているんです。具体的に言うと、織姫がコト座のベガ、彦星が獅子座のアルタイルというふうに当てはめられています。コト座のベガというのは直角三角形の直角の部分の星でした。なので今で言うと、ここにあるのがコト座のベガ、織姫に当たる星です。そして彦星、獅子座のアルタイルは直角の部分から右下に目線を下げてあった星でした。ここに獅子座のアルタイルという星、これ彦星に当てはめられています。そしてですね、織姫と彦星の間には何が流れていたのかというと、天の川という川ですよね。まあ実際の天の川でいうと、織姫と彦星の間に流れてたのは、まあ、多分水の川なんじゃないかなと思うんですが、実は星空にある天の川っていうのは、空に実際に水がバシャバシャ流れているのではなくて、星がたくさん集まっているので川のように見える、そういったことから天の川と名前が付けられています。まあ、ただ天の川はかなり地球から見ると暗いので、街明かりがあるところで夏の大三角のように明るく見えることはありません。まあ、ただ他の星もそうなんですが、天の川が存在しないっていうわけではないですよね。街明かりがあるから見えてないだけで、そこには存在してるはず。じゃあ実際の星空ではどこにあるのかというと、天の川って織姫と彦星の間に流れてたんですよね。なので星空でもコト座のベガと獅子座のアルタイルの間を通るようにして天の川は流れているんです。こう考えるとですね、まあ、夏の大三角実際に見つけた時に、夏の大三角の星は見えたけど天の川は見えてないけど、きっとここに天の川が流れてるんだろうな、そういったふうに想像を膨らませることができると思います。そしてですね、夏の大三角でもう一つ星がありました。それが白鳥座のデネブという星です。なんとですね、この白鳥座のデネブは天の川の中にある星なんですね。そしてさらに言うと、白鳥座のデネブ、白鳥座ってよく絵で描かれるのは、翼を広げて
飛んでいるような白鳥の姿なんです。で、しかも、この白鳥座のデネブのあたりがですね、白鳥座の尻尾の位置に当たります。ということは、まあ、うまく絵を当てはめてみますと、なんとこの白鳥は、天の川に向かって、まあ、向かってというか、天の川の中を泳いでいるような姿をしているんですね。なので、おさらいしますと、まず、織姫と彦星がいました。こと座のベガとわし座のアルタイルです。そしてその中には天の川が流れていて、天の川の中を泳いでいるのが白鳥座。白鳥座の尻尾の位置にあるのがデネブという星ということになっているんです。さあ、そういうことを思って夏の大三角を見てみると、まあさっきのちょっと見方というか見方感じ方が変わったんじゃないかなと思います。実際に街明かりがあるところでよく見えるのは、見つけることができるのは、夏の大三角の星、こと座のベガ、わし座のアルタイル、白鳥座のデネブ、この3つかなと思います。まあ、少し暗めの場所だと、まあ、例えば白鳥座の他の星とかも割と見つけやすいんですが、まあ、まず見つけられるのは夏の大三角の3つ。ただ、夏の大三角3つしか見えないんですけど、そこからいろいろなイメージを膨らませることができるんじゃないかなと思います。そういう意味で夏の大三角をぜひ見つけてほしいと思うんですが、まあとはいえ街明かりがあるところから夏の大三角本当に見つけられるのかという話だと思うんですが、私以前東京の新宿駅の駅前で夏の大三角見つかるかなって探してみたんですよ。で、そうしたら、あの、新宿駅の南口っていうところ、駅の明かりもめっちゃあるし、建物の明かりもすごい明るいっていうところで、実際に探してみたんですけど、ちゃんと見えました。夏の大三角。バッチリ見えてました。ということは、新宿駅前でも見えるってことは、おそらく皆さんのお家からとか、最寄り駅の前からとか、帰り道からでも、夏の大三角は見えてるはずだと思います。で、もちろん私って、これまで夏の大三角、すごいたくさん見つけてきたんですよ。なので、どの辺に見えるかなとか、どんな感じに見えるかなっていうのが、かなりイメージとして湧いてるので、見つけられたっていうところは、おそらくあると思います。なので、初めて夏の大三角見つけるっていう時は、少し時間はかかるかもしれないんですが、ただ、新宿駅前でも見えてるっていうことは確かなので、そこにあるはずです。見えてることは確かなので、ぜひですね、お家から見てみるとか、帰り道で見てみるのか、夏の大三角を見つけるのにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということで、リコットの夕焼け天文部は、夕焼けを見るのと同じくらい星空を見ることが身近な存在になることを目指して活動しております。チャンネル登録で夕焼け天文部の部員となれますので、ぜひ入部をチャンネル登録よろしくお願いいたします。ぜひ夏の大三角から見つけてみてください。それでは、また次回の夕焼け天文部でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。